はい、それでは早々編の続きをやっていきましょう。前回はですね、炎術の十旬を落として、その勢いで城南を落として、で、炎術を滅ぼしました。これで我が軍がまたさらに強くなりました。で、北の方はですね、趙葉と袁紹、ちっちゃい戦が何回か、あったんですけれども、大した進展がなくてですね、今回は北の方をメインに力入れていきたいと思うんですけれども、どこから攻めていこうかなって考えてるんだけれども、平原、本当はね、平原前回も攻めたかったんですけども、ちょっとやっぱり袁紹には強い武将がまだまだね、複数いらっしゃって、で、呂布もいるしね、そう簡単には、いかないのかなって思うと、対策としては、この周りの地域ですね、少しずつ占領していて、で、力を弱めていこうかなっていう、で考えてるんだけど、一方で、趙葉もちょっとね、趙葉で、前回何回も攻めてきてですね、厄介ですよね。残り1万5000人、1万8000人になってるんだけど、やっぱりこれもだいぶ趙葉自体の勢力図も、大きいですね。まだまだ、収入は多分多いと思うんで、この辺はちょっと取っとこうかなって考えてたんで、まず趙葉の力を削るということで、1個か2個ぐらい地域取りたいと思います。で、まず1人、奉仕、3000人でいくか まずはですね、ここを取って、ここを取って、で、洛陽に戻りましょう。2つぐらいは地域取りたいなと思ってます。この関所もちょっと取っておきたいんですよね。2万人だし、そうですね。まずはそこ。なので、工場ですね。ちょっと関所となると、なかなか、手こずると思うんで、工場兵器で、利点。利点と、信長の眼光陣で、二人でいけるかな？いけるかな？倉庫も行きますか。信長の眼光陣で、そんなにいっぱいはいらないかもしれないですね、人は。投石。9000人ぐらいか。で、倉庫の魚鱗。対拠点、OK。魚鱗でいいですね。この3人でちょっとね、この関所を取りたいと思います。で、残り4万人。ちょっとこの辺の、を注意しなきゃいけないので、一旦この4万人で留守します。で、ここはね、南取ったばっかりなんで、まだ内政全然できていない。で、曹操がこの城南にいても仕方ないので、曹操いる年から、出兵するんで、曹操は一旦、呼び寄せで、戻します。身分で曹操。戻します。参ろう。で、ここに今8人いるんですけど、夏侯惇、そうか、夏侯惇もここにいるんで、とりあえずこの辺の内政をやっていきたいと思います。土地占領はもうすでにマックス、埋まってるんで、そこは気にせず、農業と商業かな。ボヘも今のところはしなくていいかなって思うんですよね。じゃあ、商業。よろあれ？しいですあれ？な。決定をしちゃいました。決定をしちゃいました。あと2人。ここですね。やっぱり農業と商業か。で、多分、捕虜の中にも、まだまだ結構、袁紹の武将がいるんで、じゃあ、曹操じゃない。学士。ちょっと捕虜も取りましょう。登用。いっぱいいますね。いっぱいいますね。これって、まとめて取ることができないんですかね。なんかね。袁術、取ります。参ろう。そうか、まとめてできないか。できないか。向かおう。ちょっと手間ですね、これは。では参ります。一通り行きます。秋叟は欲行っしいてくる。な。秋叟。
行ってまいります。で、正家か。向かうとしよう。あとはとりあえず、お、女の子がいる。これは先に取っておきましょう。取っておきましょう。で、ちょっとだけ命令書を残して、受信を取ったばっかりなんで、今、どんな感じなんだろう。まだ全部担当官がいないか。いないか。あ、そうか。人、そもそも人がいない。呼んでるかな？呼んでないんですよね。呼び寄せでちょっと、無職の人、呼びましょう。挙手、行。北はちょっとこれから使うんで、できれば、陳竜とかいいかもしれないな。陳竜と、天、そっか、劉備。劉備は、北、どうしようかな。劉備、陳竜いてもしょうがないし、まあ、縁から連れてきますか。出発2人ぐらい。よし。報奨。感謝する。あ、これは女難からお金払われている。はい。探索。行。行ってまいります。OK。久々に命令書ゼロになりましたね。なんか。ここの関所。多分ほとんど来てくれると思うんで2人目でダメだった。尽くします。あ、そうすると人呼ばなくていいか。捕虜いっぱいだもんね。あ、シューズを来てくれました。嬉しい。よしあ、炎術は来ましたね。炎術本当は切りたかったんですけどね。切ってなかったのか。こちらをご覧ください。炎将軍がなんか来てる。あ、またこいつ。前回からね、なんかうざいんですよね。前回からうざいんですよね。水光人で、は、出た監督。これは君の力だ。中継してから戻ろう。さあ、で、信長たちは次のターンで、あ、倉庫まだつかない。倉庫がまだつかない。進軍、投石もつかない。進軍。って感じかな。で、信長ちょっとこれ補修しようかな。わかった。よし。うん。交渉して曹操は戻りましたよね。うん。じゃあ引き続き登用。ちょっとこれ作業になっちゃうんですけど、すいません。全部取っておきたいので、一人。まあ、全部来てくれたらまた内政は困らなくなる。うん、困らない。書こうと。出発いたします。あと何人だ。行ってくる。あと3人。はい。もう行ってまいります。上の人たちは向かおう。もう諦めました。上の本当は欲しい。この4人、特に馬長無理かね。うん。探索で。お、城南なんかあるのかな。行くとしよう。よし、行きます。さあ、2万の関所はどれぐらい時間かかるだろう。耐久もなかなかですよね。8000ぐらいか。世話になる。うん、よろしくお願いいたします。全部は全部来てくれないね。行こう。よろしく頼む。よし。
はい。OK。取られた。もうこれめんどくさいな。行から出るの、あそこまで遠いんですよね。よろしく頼む。うん。お、両毛。あー、マジか。これはマジか。でも、他の人で登用したら、うまくいくかもしれないんですよね。おお、自分から来た。なんでさっき断ったんだよ。おかしいだろ。まあ、承諾。いいだろう。いいだろう。OK。いや、だいぶ、あれは嬉しいですね、両毛は。ただ、能力はどうなんだろう。イベントを発生しないと、あれですよね。多分、知力とか低いんじゃないかな。両毛。どこにいるんだ。あ、巨匠かもしれないですね。曹操がいる年。あ、いた。あー、やっぱりこれ、政治と知力低いですね。50以下ですね。これやっぱり、イベント、あれ？あー、違うな。あ、これは、経験値か。うん。お。こう。よし。あのイベントはやっぱり孫策じゃないとできないんですよね。多分。あれ？これか。これ。両毛と孫権の所属拠点が同じである。これは無理ですね。はい。マジか。まあ。給料ね。さあ、いきますか。まずは、倉庫で、ここ、攻撃。あれ、ちょっと待って、投石が間に合わない。じゃあ倉庫、ここだな。中継して攻撃。で、投石はこっち。攻撃。で、信長、ここで矢を打つ。よし。3人でいけるかどうか分かんないんですけど、とりあえず削ろう。で、ここで捕虜をもう一回いきます。行ってまいります。残り4人。参ろう。行ってまいります。お、91の人もいる。炎症。これもちょっと投用してみましょう。向かうとしよう。よし。北海はね、呂布がいるんで、厄介だな。ちょっと要注意か。探索。また行。行ってまいります。これで人が15人もいるんで、歩兵、ああ、そっか、お金が少ないな。今3万人だけど、いいのか。まあ、とりあえずやってみましょう。兵糧、それより十旬がお金がないな。ただ、巨匠もちょっと使いたいので、賃料が8万円も持っている。これは、輸送しましょう。あれ、輸送。賃料かな。まあ、3万円ぐらいでいいか。兵糧もめちゃくちゃ持ってきます。6万2000。うん、余裕ですね。これで、10旬41日かかりますね。では参ります。早めに持っていきましょう。はい。ここまだつかない。これ途中でさ、何回も兵站切れちゃうんで、ちょっと厄介だな。まあでも、一緒か、2ターンで。うん、いいや。いきます。攻めたでよ。
あ、東洋が。やっぱりこの4人は問題児？ああ、1人来てくれました。ああ、残り2人ね。行きます。行くぜ。投石、ちょっと待って。いきなり燃やす、怖いな。さすが魔王。ちょっと待って、投石いけないじゃん。投石いけないじゃん。でも一応攻撃してる。あ、そっか。別に、この一番近いところじゃなくてもいいのか。耐久6000か。次からね。なるほど。信長いきなり火燃やしたな。あ、ちょっと待って。こいつ、帰らないのか。おお、退却しようとしてる。よかった。これ1000人しかないから、ちょっと微妙。微妙。じゃあ、引き続き人材の方で。これは片付けない。孫策ともいつか戦うんですけど、どのタイミングにしようかな。まずはこの辺、きれいにしてからにしようと思ってます。なので多分人が着任したんで着任これでちょっと任命して、商業でこんなもんですね。動くとするか。で、歩兵はしている。しているからお金が少ないのか。関寧、関寧が10周いて、加工度が10何いる。なるほど。で、次は露光ですね。1万5000人だし、大したことないな。孫策別に特に強くはなさそうですね。強くなさそう。しかも、あれ？弱いですね。年、4つしかない。4つしかないか。なんか、手応え、ないな。ここはやっぱり炎章か。はい、じゃあ、探索あればちょっと探索してからで進行。ただあれお一人出てきた。あ、出てきましたね。でもうちにとってその方がやりやすいかもしれないかな。よしよし、撃破して。あっちにもいる、あっちにもいる。ちょっとこれしんどい。あれ、投石全然下につかないんですけど、全然つかないんですけど。信長は中継して攻撃、投石は中継して攻撃。ただこの眼光はちょっとうざいな。この眼光はうざい。あ、兵士補充しよう。士気低下。よし。あ、取りました。よかった、よかった。ここはめんどくさいな。取られたり、取ったり。あ、ここ空いてる。なんで？農業。お任せください。よし。あ、ここ取りましたね。よしよし、取りました。取ったので、多分人が足りないと思うんだ。人がいないね。まあ、治安は100。一旦いっか、人いなくても。長安が、兵力が10万。マックスですね、これ。すごい。この辺もちょっと他のやつしないと意味がないんですね。農業。商業。で、こんな感じ。だいぶめちゃくちゃ広いですね。ここで働いていない人がいるのかな？担当。あ、いない。みんな仕事してる。そしたら洛陽からちょっとね、2人ぐらい呼びましょう。さっき炎章の捕虜だし、巨匠にだいぶいますね。そしたら、炎術呼ぼうか。よし。参ろうか。OK。で、ここさっき見たんですけど、これもマックスになってるんで、他のやつに変えましょう。
農業、商業、一人、弊社の方がいいか。よし、多分しばらく見ないうちにまたみんなマックスなってたりして、これもちょっと手動で変えなきゃいけないんですよね。自動でできないんですよね多分。あ、ちょっと1個空いている、1個空いてる。あ、1人足りない、1人足りない。呼び寄せ無職の人、柔軟で1人だけ呼んできます。で、挙手も多分そうかな、挙手も、あれ1個空いてる、1個空いている。まあまあ、まずは商業マックスにしちゃいましょう。お任せください。円も今兵士がマックス7万になってますね。ここもマックス、ここもよし。はい、お待たせしました、大変お待たせしました。じゃあ他に、ああ、じゃあ待って、報酬全然進みませんね。東洋にまだ、びっくりマークついてる。ああ、この人か。もう一回いきます。はい、進行。吉報です。お、補充しました。こんなものだ。うん、投石、お、また一部隊出てきましたね。全投石全然つかないんですけど、よしよし、包囲しました。オッケー、包囲しました。おお、こいつも出てきた。まあでも大丈夫ですね、大丈夫ですね。あれ、割といけるかもしれないですね。各所より報告です。2万人も大したことないですね。まあ、外出ればね、大したことないということになりますな。うん。ああ、この人から、ローマからまだ帰ってきていない。ははは。という感じか。ちょっとふと思ったんですけど、曹操、名品いっぱい持ってるんですよね。なんか曹操のところに。曹操、うん。で、武力はそんないっぱい持ってても曹操はしょうがないんで、呂布と対等に戦えるために、他の人にあげたいと思うんですけど、呂布、北にいるんですよね。まあ、張飛はもう十分なんで、この辺かな。あ、ただこの辺に上げてもちょっともったいないな。花崗豚に、まあ南にいるんですけど、まずこの武力、プラス10のやつ花崗豚にあげます。で、花崗園は牧羊にいるんで、これはね、多分両夫と、遭遇すると思うんで、これは1個、七星宝刀、これ花崗園にあげたいと思います。それでも98か。まあ、あげましょう。で、あとはプラス1、プラス2のやつも別に曹操持ってもしょうがないんで、こういうやつも他の人にあげましょう。あ、青龍円月刀。これ、関羽から奪ったやつなんですけど、関羽は孫策のところに行っちゃったんで、うちが今持ってるというわけか。流星槌。こういうやつは、上皇が上にいるんですよね。これ上皇にあげましょう。ありがたい。と、もう一個、多分宝徳も、北にいるんで、宝徳にもあげたい。プラス2でいいか。宝徳94。うん。94。宝徳にあげます。かたじけない。まあ、こんなもんかな、一旦。あとはまた様子見で。これは、うん、よし、まだついてないか。じゃあ行きます。多分これを落とせますね。よし、撃破。あ、ちょっと待って、あれ、こんよしよし、大丈夫大丈夫、びっくりした。徴用軍と敵士は別にどうでもいいです。お
一瞬で落とせましたね。いやー、赤章なんで手こずるかなと思ってたんですけど、今回は割と、ローハンが遠よ。ダメか。ほら。よしよしよし。これで1個取りました。さあ、これ取ったことで、また炎章が弱くなるということですね。この赤章はもともと何ピーの所属のところに入ってたんで、これで何ピーの力が弱くなりますね。よし。1万7000人か。ちょっと人任命しましょう。あれ？あ、すでにやっている。でも担当がいない。担当がいない。便器で便器で。よし。よしよし。で、これで出陣できるかな。もう3、いや、出陣というか、輸送。これ輸送って1人しかできないか。まあ、とりあえず、1万人ぐらい持って帰ります。ここ。輸送後、入場。向かおう。で、あと2人は、普通に行に戻ります。移動。移動。ここね。うん。よし。で、ここは OK なんで、次はちょっともう少し準備して、息を整えて、平原に向かいたいと思います。やっぱり、何回行っても来てくれない人は来てくれないんですね。この馬長たち、まだ在野なんですけど、もういい加減に来たらいい加減に来たらどうだ。身に余る光栄です。よし。で、平原攻めなんですけど、まあ、牧羊からもね、一部、花公園か、もう一人欲しいな。念のため、さすがに強いんで、長領。もしくは、牧羊の、牧羊から平原行かないように、国会からの部隊を阻止するっていう方法もあるな。ここに、ここに行く。うん。どちみち牧羊は使える武将って、本当に、花公園ぐらい、満州でもいいんだけど、呂布とか趙雲来ると少し厳しいかもな。なので、縁に実は宗人がずっといるんですけど、縁は今ね、平和なんですよ。だから宗人を、ここに呼んできます。まあ、担当してるんですけど、他の人に切り替えましょう。急ごう。宗人は僕用に。よし。OK、もう一個の地域も取ったのかな。これで担当します。演術。と、ここ。弊社。やってやる。よし。これで長陽まただいぶ、うん、弱くなると思います。お礼申し上げます。よし。行くとするか。南は一旦こんな感じで、もう少し準備してから。兵糧が少ないな。ちょっと兵糧輸送しましょう、城南に。4万ぐらいか。輸送。行くか。そういえば、前回、劉表また同盟しましょうということで、もう一個地域をくれたんですよね。ここが。めちゃくちゃくれるんですけど、まあ、あれ宝徳が、あれ宝徳ってなんで巨匠にいるんだ。北に行ってなかったっけ。どうもんしょ。心得た。宝徳は、ちょっと、北に呼びます。あれあれ僕、勘違いしてましたね。ずっと、上にいたかと思ってたんですけど、高
督。あれ、割とこの辺担当してないですね。バトーたちは、そうか、10人もいれば別にいいのか。あ、ちょ、これはじゃあ農業で。歩兵もしていないのか。歩兵してる兵糧が少ない。なるほど。いや、ここの歩兵は一旦いいかな。一旦やめます。一旦やめます。よし、じゃあ、進行。やっぱダメで、次のターンでまず平原の、また前回みたいに、お、炎章から、なんだ何の用かそうなったような小物にあー、ローハンを返せと。1400円、拒否諦めるんだな。33,000。各所より報告です。うん、よし、で行きます。張飛と、張飛とジョコ、やっぱりこの2人か。このコンビ良さそうですね。ずっと多分この2人でやってきたんで張飛とジョコでまず2人で、魚鱗と魚鱗でいいか。奉仕でもいいか。まあ、バランス的かな、魚鱗は。で、ここに来ます。で、ただ、城から絶対出てくるんで、もう、信長と倉庫。あ、巨長もいいけど。3人で。信長が相変わらず頑固人で、まあ9000人と、倉庫は、うん、魚鱗と巨長も魚鱗。みんな魚鱗か。なんか、なんかな。いや、これでこっちに行けます。うん、まあ何尾からも出てくると思うんですけど、まあそれはその時で。で、一方でここも少し準備しましょう。宋人はまだ来てないんですけど、てか加工園は8000人しか持てないのか。もう少し持たせましょう。1万4000で。で、加工園、加工園、よし。で、格好への1万4000人と、まあ、あと、満中でも、連れて行きます。満中。なんで、9000人、式で8000人ぐらいでもいいけど、8000人で満中か。うん。知力。さあ、まずはこの2人で。この二人待機しましょう。奉仕。1万4000と。あ、眼光人。いいね。で、ここまで行きます。ついてこい。うん。うんうん。陳竜からだとちょっと遠いですもんね。遠いもんね。行く意味がないか。うん、これはありがたい。たっけえな。6200円ぐらいだったっけ。ローハン、お、94、これはいけんじゃね。急ごう。あとは、お、行ってまいります。94はいけるかもしれない。よし、じゃあ行きます。どう動くかな。ローハン、
ダメ。信長めちゃくちゃ早いな。眼光人なのに。まず二人ともダメだな。東洋は。各所より報告です。そっか。そしたら一旦ここでなんか作りたい。なんか作りたい。陣作る。やってやろう。こっちもこっちでちょっとあれなんで、次のターンでもつかないですね。一旦ここで陣作る。念のためね。おお、ちょっと待って、ルフ出てきた。ルフと超運。うわ、出てきましたね。これはこの地域を取ろうということか。まあ、これはまずくれてやろう。うん、ちょっと様子見で、ちょっと様子見で。両夫と趙雲2人はちょっとちょっと怖いっすね。多分取ったらまた帰ると思うんですよ。あの、この前もそうなんですけど。なので海渡ろうか。ここに進軍。うん、どっちみち外にいるんで。呂布、まあ、行動範囲は一旦でこんぐらいか。まあ、ここに来ようとしてもまだまだ時間かかるんで、これで包囲して平原落とそうと思います。いけるか、いけるかな、わかんないんですけど、まあ、タイミングが大事。下は大したことない。楽よ、なんかある。行ってまいります。よし。特に今のところは提案はしなくていいや。進行します。多分出てくると思うんで。あ、ん？あ、これは輸送か。1000人何匹から。まだ出てこない。まだ動かない。老師。おーおーおー、2回目で来てくれました。で、あ、やっぱりこれ。そうですね。うん、各所より可否は中規模、中耐久3200で、次は呂布は、でもついたんですよね。まあ、ここに行きます。心得た。お、あ、炎将軍が占領すると包囲占領発生。あぶね、あぶね。あれ、これいつの間にうち取った。いや、踏んでないんじゃないかな。上からまた来た。まあいいや、まあいいや。じゃあ、とりあえずここをやろう。上を諦めて。かしこまりました。うん。出てこないな。出てこないな。そしたら一旦、そしたらここで陣作っても意味ないな。一旦ここ、中継して、あれ？中継して、いけるかな。まあここ踏もう。うん、よし。で、こっちは、あ、陣できたんですね。陣できたので、もう少し進んで陣。やってやろう。どんだけ陣作るん。ここ全部陣ですもんね、うちはね。で、花公園、あ、宋陣もついたのかな。うん、後ろから。宋陣はちょっとね、8000人は少ないので、せめて1万ぐらいは。9000か。1万2000人で宋陣で、宋陣も出ましょう。
魚鱗。防御は、宝炎にしよう。これはだいぶ強いですね。宝炎の、この陣形。この戦法。一旦ここまで行きます。ついてこい。さあ。98、いや、進行。お、2万5000人出てきました。おお、ちょっと待って、上からも。お、下？ちょっと待って。海での戦いは、うちちょっと、弱いかもしれない。弱いかもしれない。ちょっとこれはやばい。あの、船が違うんで。あ、ちょっとこの辺。いきなりはちょっと、まあまあいいですいいです。ただ動きは遅いな。ここはとりあえずそこを目指そう。でこっちはどうしようかな。巨匠が、あ、でも今、ジンは、効果を発揮してるんですね。なので、一旦この辺も、補修して、で、協調はとりあえず、こいつらを攻撃。でここ1万8000人は出ない方がいいな。出ない方がいいな。総陣を、中継して、長領と高順と元領ですね。まあ、炎所の人も別に、水の上での戦闘は得意じゃないんで、北の人間はね、得意じゃないんで、ただ、これ船は、あ、ん？そんなに変わらないのか。これいきなり出てきてびっくりしましたわ。で、工事の士気低下にしよう。足止め。っていう感じで、呂布が今、お、またここ投石台作っている。呂布は北海入城しようとしている。入城まであと2ターンか。なんとしてもここは撃破したいな。でさすがにこれはこれは賭けで花公園は顔料の攻撃っていう感じで、多分当然だね。ここは危ないかもしれない。まあ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 、大丈夫です。大丈夫です。落ち着いて対応しましょう。増差もありませんな。足止めは失敗。まあいいや。ここの陣、うん、完成すれば。よっしゃ、撃破して。撃破して。頑張れ。さあ来いよお前ら。宝炎陣か、めんどくせえな。宝炎はめんどくせえ。陣を攻撃してる。ちょっとこれは花公園はだいぶ削られてるな。とりあえず使えるやつは全部使いましょう。こういうことか。いや、陣は別に破壊しなくていいんだよ、ここは。まあただ言うこと聞いてくれないタイプですよね。まあそうだな。こういうことか。ここは大したことないかもしれないけど。ありがとうよ。ここも注意しなきゃいけない。でも今のところ動きなし。動きなし。出てもいいかな。あ、報徳が3000人はさすがにないわ。あれ、なんでたっけな。一回捕虜されたっけ、報徳は。
高徳も1万2000人で、完食与えます。で、フォローします。さすがにね。報酬で、全部いきます。集計してここまで行きましょう、とりあえず。出陣する。うん。よし。うわー、なんかね。行ってまいります。じゃあ引き続き、宗神は次のターンでここまで行けんのか。集計してこいつを殴ろう。よし。花公園は危ないな。お、光純混乱した。よっしゃ。よっしゃ。顔料は、顔料いけそうだな。いけるいけるいける。頑張って。え？こんなんでうちの勝ちに決まってるでしょ。もう見なくていいですね。こんなものよ。はい。ちょっと待って。下の方が気になる。下の方が気になる。うん。長男来てくれました。ん？頑張れ！よし！忙しいな。うわ。愚か者よ。信長めっちゃ火燃やすんですよね。花公園はね、ダメだ。花公園は壊滅。よっしゃ、顔料撃破。OK。ん？こんなところで別にどうでもいいですよ。規模中とか。はい、それでは。各所より報告です。うん、でもここはまあ十分、時間稼ぎできるんで。宝徳もだいぶ早いですね。これで、宝徳は、ちょっともう、行きますそこに。今度は張飛が陣を壊して、ジョコはもうこれでここ占領しましょう。張飛も一応そこに行きます。一応こっちの陣をもうすぐ壊される。だけど大丈夫、ここは大丈夫、なんとかなる。よし。うん。取られた地。はい、両夫と張雲は一応戻ったんだけど、こいつ輸送か。当然でね。いや、なんか提案ないかな。なんとしてもこの辺は、敵混乱。上よりは下の張良と光純ですね。さあ、次は宗神。家計。ここに。家計。さあ。次は、ん？なんかずっとびっくりマークはね、なんかね、気持ち悪いですね。消したいんですけどね。いきます。失敗か。お、撃破。撃破。こっちは、宗神自体は硬いんで大丈夫です。宝円寺の良かったですね。うん。え、もう一旦終わったのか。なんか早いですね。よっしゃ、これで、北海は動きなし。呂布は来ない。OK。絶好のチャンスです。そしたら、信長もちょっと、補修。あ、ここは、まあ、一旦はここを目指そう。ここ目指そう。で、宗公と巨長は、引き続きこの辺にいる。引き続きこの辺にいるけど、なんだ、ちょっと兵坦が心配。やろう。どうした？一戦、いけるか。いけるか。こっちに行きます。93。行ってまいります。ありがとうよ。宗神じゃないや、宗神じゃない、あ、補充。
満州は、あ、2400か。補充してもな。補充してもな。どうなんだ。ここは総人一人で十分ですね。かっけ。総人攻撃。いや、補充しなくていい。いきます。さて、ここ取って取りました。ああ、満州はダメですね。はい、うん、お、逃げた。ご報告いたします。とりあえず、平原を攻略、あの、包囲できるんで問題ありません。巨長はこの地位を取ってからの取ってからの攻撃。まあ多分ね、間に合わないかも。その前にもううちは落としてるかもしれないんで、宝徳は攻撃で、信長が攻撃で、倉庫はここ取ってから、包囲線路発生ですね。ここ取ってからの、ここに行きましょうか。かけで、こっちはもう包囲できるんで、攻撃、攻撃、はい、って感じで、長領が壊滅というわけですね。はい、気持ちいい。当然でね。もう一回いきます。では参ります。さあ、じゃあご覧ください。やっぱり僕、大人数で年を囲むのが好きなんでね、いつも多めに持っていってるんですよ。その方が安心というかね。さあ、いきなりまた火を燃やすっていう。まあ、あ、ここまた捕らえましたね。いや、いいや別に。オッケー。おー、ちょっと待って、両夫たち来ました。両夫たちが来ましたよ。でも、この人数なんで、ぶつかっても問題はないはず。長江。両夫6000人。なんで両夫に6000人しか持たせないんだ。まあ、ここ取られたのか。宗人は、中継。なんかこの辺で作れないかな、呂布対策で。あ、多分間に合わないかもな。いいや、攻撃ここで。ジョッコウもそしたらこいつを攻撃します。飯かじゃないよ。こんな時に飯のこと考えてんじゃねえよ。はい、戦に集中しろ。まあ平原は落とすことができるし、おお、ちょっと待って、上からも来ている。あ、両夫たち以外は大したことないんで、皇人混乱、士気低下、補充しよう。うん。使えるやつは全部使います。探索一応。では参ります。さあ行きます。吉報をお持ち。3000人持ってきましたね。上々です。うまくいった。あ、遠いな。あそこの指揮艇がやってもしょうがないか。やられたな。うん、とりあえずこれは大丈夫だな。あー、ここは輸送、次のターンでつくのか。行きますぜ、行きますぜ。すげえ強い。輸送ついても意味ないと思いますよ。もったいないんですよ。各所より報告です。さあ、そう、両夫こいつ範囲が早くね。次のターンでつくんですけど、ここつくんだけど。どうなってんだよ。まあ、とりあえずここ進軍。
呂布どうなってんだよ。どうしようかな。あ、呂布式定か。オッケー。超子式定か。呂布かけ。こんなんでやっていくしかないな。こいつ一人でちょっと危ないかも。うちの三人。あ、倉庫も次のターンで作ってるのは、なかなかだな。なかなか。だけどさ、うちが城を、取れば、こいつら多分混乱したりするんですよね。もしかしたら。これはありがたい。ちょっと、引き続き、城を攻撃しましょう。どうした？直行の兵力はちょっと心配。まあ。まあ、いいでしょう。行きます。間に合え。まあ、式は、式は下げた。式でもでかいんですよ。輸送つきましたね。よし。あとは耐久を削る。行くぜ。うわー、どんどん来ちゃう、どんどん来ちゃう。あー、ちょっと待って。包囲全領。このタイミングで包囲全領ね。どうなるこれ。お、兵站キシレーター。嬉しい、これ。このタイミングで、包囲全領はめちゃくちゃ嬉しいですね。で、兵站キレたでしょ。あ、両夫も兵站切れてる。あ、グッドタイミングですね。マジでグッドタイミング。いやー嬉しい。これで平原は当然落とせるし、ジョッコは、超高攻撃しよう。酒か飯かどっちかしか考えてないのかあんた。ただ、後ろから来た人は、まあなんとかなるけど、なんとかなるけど、鎮球、足止め、とりあえず使えるやつは全部使います。よし。うわ、マジでこの包囲占領は、最高。今までやってきた、三国志14の中で、最高ですね、もう。今のところトップですね。よっしゃ。じゃあ、次のターンで落とせますね。達成いたしました。よし。守備は上々。オッケー。お喜びください。お喜びください。これは最高。さあ。さて。落としました。平原を無事制圧しました。そして捕虜を投与。長領、でも長領来てくれそうな気がするんですけどね。捕虜。よし。波動。レベルアップ。お、上陸しようとしている。上陸しようとしている。さあ。あ、こいつらも切れてる。まあ、そこは、置いといて、ここですな。ここですな。攻撃。ジョッコはちょっと心配だな。ジョッコは心配だな。長飛を出します。長飛を出します。8000人で。攻撃で上皇は入場します。あれ、決定。上皇様の執事ここに入場で、宗神を引き続きここに立って伝って。よし。お、ここもいい感じに回復してきました。 OK。 お、高尊度と高炎症戦っている。おお、最高、最高ですね、これ。いやー、
これで捕虜たちが特に、あ、文集も一応取られてる。よし。うん。いいっすね、これは。この辺の内政も、リセットされてるんで、補充しておきます。弊社か？うん。かしこまりました。よし。この上はいつかまた取り返します。じゃあ、このターンも、あ、なんか探索あるかな。平原いきなり？参ろう！参ろう！両夫ここにいるとかわいそうだな。さあ。おお、逃げた逃げた。逃げるなよ。おい、逃げるなよ。逃げるんじゃねえよ。おおお、こいつ逃げた。さあ、両方も逃げましたね。こちらをご覧ください。両方も逃げたんで、北海。よし。そしたら、宋人は一旦ちょっと牧羊に、帰りましょう。で、こいつら今動けないんで、そのまま、放置して。で、こっちは、内政をやります。信長、商業。ただ、平原ね、ちっちゃいんで、ちっちゃいんで、そんなに期待はできない。収入的なやつを期待できないんで、うん。わかった。他のところから人を呼んできます。移動、呼び寄せ。無職。まあ、どっから呼ぼうかな。所属で担当で絞ろう。陳竜の方が無職多いな。劉備ちょっと呼んできますわ。劉備、周曹、郭。で、序南からも何人か。では、向かうとしよう。よし。よし。こっちは、あ、さっきの入場によってまたリセットされている。承知。で、歩兵も今止まってる。これはいかんな。歩兵は止まっちゃいかんな。利点。任せてくれ。そっか、ここもちょっと人呼ばないといけないですね。多分、城南だいぶ手空いてるはずなんですよね。高陵もそうか。城南の方がいい。あ、まあ、3人ぐらい。では参ります。よっしゃ、よっしゃ。うん。あと何ターンか経過したら、下がるでしょう。で、こんなもんか。進行。よっしゃ、だいぶこれもまた大きな一歩でしたね。うん。平原を取って、で、さらに、もう、あれ？どういうこと？取ったのか。うん。で、さらに炎章の力を削れたんで、だいぶこれはね、北海ももともと、ほぼマックスで5万人ぐらいだったのに、このありざま。うん。よし、で、そうですね。今日も一旦この辺で終わりにしたいと思います。まあ、次回は、この辺きれいにね、整理してから、うん、上を目指そうかな。南皮、次は南皮。と、まあ、さすがに長陽はちょっと今、余裕がないんで、様子見で、南皮行って、慶行って、で、炎章最後、北海で潰そうかなって思っています。で、南の方は、ロコは、もう、行けるんで、この辺だいぶ今回のこの動画で、綺麗になったんで、で、十種の序南から、ロコ、攻めようかなと思っています。はい。ということで、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録とグッドボタンいただけると嬉しいです。はい、それではまた次回よろしくお願いします。